第1試合出場選手の入場です。ワンピーのチームは関東エリアプラボ神尾店代表ビーツライブ、続いて 2P のチームです。中部北陸エリア U ファクトリー安城店代表 APC、 はい、では準決勝第1試合始めたいと思います。じゃあ両者握手でお願いいたします。ファイト。なんと同キャラ対決。ビートライブは、ステムマスター J、 そして ABC の方は7点。まずは中央両者お互いの実力を測っているかのように中間距離で前を測るラップ、中キックで飛び込んでからジョブルマ画面端手を当てて、しかしここで EX の昇竜拳、足払いから投げていった。まずはビートライブ、スペインマスター J の剣が一本選手、中足からイエサドーリバーサルで疾風陣ライティング、これが入ってます。10台どうでしょう、5番で落としてそこから前ダッシュして投げですね、大足ロキング中足一本取り大ヒントですね。ハローケン空中竜巻を追っかけて、ここで ES 空中竜巻釜蹴り突っ込んできたところに中足仕込み陣内、中キックから中台、スペルマスター J の剣、まずは一人抜き、続いてチーム ABC 中堅はユリアンです。マジコのユリアン、マジコがリープを攻めていく、おっとここでうまくブロッキングからの反撃、昇竜拳を入れていった。しかしユリアンはどう攻めるか、中間距離ダイヤシイエセットバットから投げようになったメダルキスやバイオンスンドロップ直前に降りていく大キック、しかし剣も釜切りダイヤシセルマスター非常にうまいですね、間合いの取り方、牽制技の出しどころ、スーパーアップでベルトを稼ぐ投げつかり、とっさに大パンでフォローしました。ギリアンバカド差し込むがスペルマスターが来てかかと、このまま2人抜きをしてしまうのか、キルトラ投げおっさんに反応している、中大から昇竜拳投げていく、中足ユリアンも立ってから反応しようとしてますが、粘り癖はどうだ、中足大キック、お
前線の外野手の距離を測って前田力投げていった。そしてエイジスリルエット車内バンチタックル入る中盤バーッとカードを問いながらイエスキルした時大バンチどうだフロッチンからはい、行きましょう。スペルマスター J の剣対するは、梅角のエレナ。ここまで2人抜き。スペルマスター J グラップです。大キックもう1回中盤を追っていく。エレナは非常に牽制技が強いんですけれども、それに対して剣うまく足を渡しています。ロッキング飛び込んでいくのは剣、小足そして大足逆に投げる。小足掴んで投げ昇竜拳を思い切って出していった。ジャックジャックジャックから失敗しない。ダメ足の詰めはどうするか。一歩下がってロッキング、ジャックジャック中盤を振る。大パンチ大キック、どうか出るな。ブロッキングから投げていった。スペルマスター J 日本選手気持ちがついてくるかどうか。ついてきた方が勝つ。前スマッシュ ES 投げていくのはエレナ。投げたスケジャックから ES アドを中台打っていきます。めくりからショッES スピンサイズ、スピンサイズからスラッチオイル。エレナが牽制を振る。ダッシュダッシュする ES マルトジャンプ牽制技を両者振っていく。スライディング思い切って出した。スピンサイズ追加入力昇竜前前で取って、夢もエレナ取り返しました。ファイナルラウンド、リードライブはリーチがかかっている。中足からイエスアドグラップディフェンス、あーっと間に合ってたところに地獄車投げていった。あーっと中足昇竜昇竜イエスクラッチ、中足めくり切ったら投げていく。投げていくのは剣、中剣からイエスアドクラップ乗車距離を測る。中足ブレイブさあ投げていく。中足パレットしゃがみ大パンチ、勝者は準決勝第1試合、勝者は B トライブチーム。ワンピーのチームは関東エリアマジックタウン2001代表若松組ウンチネル組長ハウス。スーピーのチームは中部北陸エリアアーケードゲームカレッジ代表彦根ファイトクラブ。はい、それでは両チーム握手の方をお願いいたします。ファイト。若松組はボスヤン、
コメホワイトクラブは伊豆誠と天津戦球隊と暴れとす波川木ドキンから投げていく唐草ダイバー早手旋風脚第1周から刻んで灯籠山おっとこれはどうだ大バントサーミンピオルあっと追い潮ミスイエス灯籠山ボスヤンが冷静に体力を奪っていくトサナミを食らった時は終わりかと思いましたがその後立て直したオセアンイエストロートキングあっとトロザンを生で出していたかパッシュキック第1周から前方転身下ブロッキングからガラクサトサナミ入ってもう一度決める剣あっとピヨったこれはもう終わりました飛び込み3段ファイナルラウンドボスヤン対伊豆誠イエストロートサンを使っている長い周トローザン中足からのイエストローザン大逆襲目をしてトローイエストローヤンの持ち味を生かしている唐草大パンドサーミどうだピヨッタイズマコトまずは先方ボスヤンを倒して若松組中堅のランナーが出てきますよっしゃボクシングイズマコトは SS セレクト正中線5段突きにマコト対ラットリーいきなり早手がヒット下ブロッキングから大キックハネとクロッキングからイエスマシンガブローここからの連続技は痛いおっとダメ嵐からのミス大キック拾い損ねましたねさあ早手の構え投げていくおっと割り込み正中線伊豆誠が乗ってきたが剣大キックゲージを止める感じ下大パンチ早手をガードさせて大キックまずは1本練習して2本目 ES セットバイバイ ES 早手なんとなんということだワンサイドどこなしじゃの伊豆誠と2人抜きそして若松組大将の KOU ゲージそして伊豆誠も正中線勝負じゃどうだ伊豆さん大将対先方すでに大手を扱ってる状態です大将壊すでしょう幻影陣掴んでおっとミスている大一周大キックブロッキングさあ誠の早手が入ったイエス早手早手を止めてさあ中足から幻影陣あとしかし繋いでいない中キック中キックさあ締めは絶賞は入らないな大逆襲3回大逆襲もう1回逃げされて中足から運が中足を差し込んでいったまずは慶応運1本目を先取大逆襲現役陣が溜まっているさあどうだこれは痛いあっとピヨって
しまった。イエサーでは間に合う。少々中だな。幻影陣旋風角を挟んで小木刀終わりには、このヒットどうだ。中盤だ。大盤イエス、イエス下ろし、イエス下ろしで入り押し込んでファイナルラウンド、セットバウンドです。投げていった伊豆誠がどうだ。ダメ端背負わせる幻影陣、キュニテッポボク旋風脚を刻んで、あーっとポボクが見せている。投げるな伊豆誠、いいえその手をスイッチジャンプ、カラクサ、これは決まった。準決勝第2試合、勝者は彦根ファイトクラブ。ファイナルバトル出場選手の入場です。ワンピーのチームは、関東エリアブラボ神尾店代表、ビーチライブ。スーピーのチームは、中部北陸エリアアーケードゲームカレッジ代表、彦根ファイトクラブ。さあ、それでは決勝戦へ挑む意気込みの方、代表者、関東の強さを見せたいと思います。さあ、それに対して彦根ファイトクラブは、まあ、関西の強さを負けるわ、当然です。さあ、それでは固い握手を交わし、赤狼にお付きください。ファイト。ジャイアント戦を有名プレイヤーの誇りをかけて、モナリズムが挑みますが、いきなりキャラクター、やはり流れは継続してるか。水誠ヘッドバットで、ヘッドバットバックジャンプ、大ピック、怪しい、こかす、投げていった、ピヨッタ、ダイバーあえてまだ乗っている、流れは掴んだまま、タックル、バックサブローからダッシュして投げ、バックジャンプ、シューティング、クルギー、中盤奥投げてはダイブシュープ見えてるか、中盤メタリック、どうだ、いや踊る、これは入らない、しかしシューティング、タックル、しかし投げている誠、あーっと巻き込まれた、投げる中足からピンポン狙うが、どうだ、いいえ、サーデン掴んでいる、伊豆誠日本練習中堅、ヒートライブ中堅、メタチュンリー、次は当然、放浴戦、そして水誠、青春戦五段突きをセレクト、いきましょう、中堅対先鋒、ブロッキング、大キック、ハイキックを対応、シャムシューターバック、両者牽制を出す、誠は上から押さえつけようという感じでしょうか。チュンリーもリーフ、大キック、この辺りでダメージをガンガン奪っていく、剣、
とこれは使って、はい、リープ大キック、剣で叩き落とした、イエス、スイング、投げる投げる、まことも投げる、イエス、おろし、剣で潰した、水まこと一本選手、テラチューガード投げていった、決めた、準備、どうだ、あっと攻撃が出ない、やはり決勝のプレッシャーか、中盤で落として下ろして止める、マゴトも投げる、中盤を重ねて大パン、しかしメーターが投げる、どうしたら割り込み選手、この体力炸裂、落とす、投げた、決まった、伊豆まこと二人抜き、ビートライムついに大賞、スペルマスター J が登場です。優勝天は当然陣内、そして誠も選手、スペルマスター関東の意地を見せられるか、昇竜強気の割り込み、中盤ジャンダイパンチ、ダッシュで距離を測る、うまい、これはブロッキングを取って中足以内持っていった、昇竜拳ブロッキング、ブロッキングして投げ、中盤から昇竜で割り込んでいった、またの割り込み選手、優勝に王手をかけた、大バンチから男選手のアローゲン投げる、誠タラクさん、大バンイエスされて、大バンタラクさん、これは終わりだ、決まった、優勝はヒコネホワイトクラブ、全国ストリートファイター3サードストライクプレイヤーの頂点に立ったのは彦根ファイトクラブでーす。ではね、優勝の喜びの感想を聞かせてください。どうですか今の感想。ね、ずっとネタ仕込んできたんですよ僕は。ね、ほんと町田ビートライブが超強いからどうしようもなくて、もうネタ殺すしかなかったから、ほんま町田対策だけずっとやってたんですよ。それが見事にね、うん、まあ KO チームはぶっぱで、まあなんとか運勝ちでした。はい、本当に嬉しそうですね。本当におめでとうございました。あの応援してくれた人本当ありがとうございました。あとここにいる2人、俺信じてきてよかったです。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。おめでとうございました、彦根ファイトクラブです。